フアン・ギリエル・メヌネス・ジェイズスは、ブラジル・ベローリゾンテ出身のサッカー選手。元ブラジル代表、SSC ナポリ所属。ポジションはディフェンダー。ジュアン・ヘススと表記されることもある。2007年に SC インテルナシオナルの下部組織に入団。2010から11シーズンにトップチームに昇格し、2010年のコッパリベルタドーレス優勝に貢献した。 2012年1月、イタリアのインテルミラノに完全移籍し2016年までの契約を結んだ。同年5月13日のラツヨ戦で終了間際にディエゴ・ミリートに代わってピッチに立つセリエデビューを果たした。翌2012から13シーズン9月16日のトリノ戦で初めて先発出場しチームの勝利に貢献した。 2013から14シーズンからは、背番号を引退したディアン・スタンコビッチの5番に変更。新任のワルテル・マッツァーリの3バックの夫人において、左 CB のレギュラーの座を掴んだ。2014年11月に、ロベルト・マンチーニが監督に就任すると、2014から15シーズン終盤から長友優斗に代わって、左サイドバックとして起用されるようになった。 翌2015から16シーズンでも引き続き、左サイドバックを中心に起用されていたが、長友ー都やダニーロ・ダンブロージオの副長もあり、ポジションを失った。2016年7月14日、エースローマへ1000万ユーロでの買い取り義務付きの、レンタル移籍。2019年1月14日、コッパイタリアのビルトゥス・エンテラ戦で、右膝半付き板を損傷する、大怪我を負った。 2019年9月、SNS 上で人種差別的なメッセージを送られる被害に遭い、ローマはメッセージを送ったファンを永久追放することを発表した。2021年5月28日、契約満了により、ローマを退団することが発表された。2021年8月18日、SSC ナポリへの加入が決定。契約は1年間。 2011年に U-20 ブラジル代表として南米ユース選手権と U-20 ワールドカップで優勝を経験。2012年夏には U-23 ブラジル代表としてロンドン五輪に招集。決勝までの全6試合に先発出場し銀メダルを獲得した。2012年5月26日、デンマーク代表との親善試合に フル出場し、ブラジルへ代表デビューを飾った。ありがとうございます。